羽生結弦の結婚は間違いなく国民の関心事だった。だが、わずかな期間で終わった結婚生活をめぐって、お相手の実名報道に踏み切った地方の新聞社の市長が物議を醸している、男なら最後まで守り抜けよ、様々な選択肢があった中で、羽生結弦はなぜ離婚を選択したのか、前後編の前編。後編を読む。黒いフード付きジャンパーを羽織った羽生結弦が、アイスリンクの上をこちらに向かって飛び込むように滑ってくる。まるでラグビーのタックルのような勢いでカメラがなぎ倒され、画面が粉々に割れる演出が施された。11月24日、羽生結弦はファン向けの動画を公開した。タイトルは、ゴリアス、旧約聖書に登場する巨人の兵士の名だ。タイトルそのままに、表情で見せるいつもの優雅さとは異なり、情熱的という言葉とも違う激烈さを見せた羽生結弦。彼の胸に去来していた思いは何だったのか？その一週間前の11月17日、羽生結弦は公式 SNS で離婚を発表した。互いを心から尊敬し、大切にしていく覚悟を持って結婚いたしました。それぞれを守るために様々なことを考えながら共に乗り越え、過ごしてきました。そんな生活の中で、お相手は、家から一歩も外に出られない状況が続いても、私を守るために行動し、支えてくれていました。新婚生活の近況を語ったかに思えた内容は一変する。現在、様々なメディア媒体で、一般人であるお相手、その後親族や関係者の方々に対して、そして、私の親族、関係者に対しても、誹謗中傷やストーカー行為、許可のない取材や報道がなされています。そういった事態にあることを明かし、私が未熟であるがゆえに、現状のままお相手と私自身を守り続けることは極めて難しく、耐え難いものでした。中略、お相手に幸せであってほしい、制限のない幸せでいてほしいという思いから、離婚するという決断をいたしました。と続けた、8月4日の結婚発表からわずか105日での離婚劇を、芸能やスポーツメディアはもちろん、NHK や全国紙までもが速報を打った。離婚発表文の中で、お相手と表現され、一度も妻と呼ばれなかった元結婚相手の A さんは、羽生結弦より8歳年上の元バイオリニストだ。結婚後は、羽生結弦が拠点を置く宮城県仙台市で暮らしていたとされる。羽生結弦は昨春、仙台市内の高級マンションの最上階にある、隣り合った2部屋を購入した。1部屋1億円はくだらないその部屋を、羽生結弦はキャッシュで購入している。1部屋には羽生結弦の両親と姉が暮らし、もう1部屋で、羽生結弦は新婚生活をスタートさせたようだ。A さんはそこで息を潜める生活を送っていたという。母親の言うことは絶対。もともと、A さんはバイオリニストとして CD を出し、有名アーティストとの共演経験があるなど、ステージ上でスポットライトを浴びてきた有名人だった。しかし、羽生結弦との結婚を前に自身の SNS を削除するなど、表舞台から身を引いた形にして、羽生結弦の妻となる並々ならぬ決意を見せていた、潜伏生活への覚悟も持ち合わせていたはずだ。だが、A さんにとって結婚生活には別のハードルがあったようだ。羽生結弦は日本を代表するトップアスリート。その知名度は計り知れない。その彼の才能を信じ、数え切れないほどの犠牲を払いながら全力でサポートし続けてきたのは羽生結弦の母だった。スケート大会などの遠征はもちろん、合宿にも常に母親が同行するほどの母子密着ぶりでした。でも、あれだけのプレッシャーの中で、羽生結弦さんが最高のパフォーマンスを発揮できたのは、家族、とりわけ母親のサポートがあったからです。フィギュア関係者。そもそもフィギュアスケートを進めたのは母親だった。姉が先に習っていたこともあり、喘息持ちだった羽生結弦のために、屋内で誇りが少ないスポーツとしてフィギュアスケートを選んだ。食が細く、喘息もあったため健康管理はまず食事から。食材も味付けもすべて、お母さんが OK したもの以外、彼は口にしませんでした。おまけに敏感肌で皮膚が弱かったり、犬猫などの動物アレルギーがあったりしたので、身につけるものの素材はもちろん、
クリームなども決まったものしか使わなかったんです。前室、フィギュア関係者。晴れて結婚した A さんが、伴侶として羽生結弦を支える役割を担おうと意気込んだのは想像に難くない。前述したように、彼女は表舞台にも一線を引いた。にもかかわらず、始まった新婚生活は、想像とは全く異なるものだったようだ。アスリートの体は繊細です。指先まで神経を尖らせて演技をする羽生結弦さんであればなおさらでしょう。目にするもの、口にするもの、触れるものすべてに気を使わなければなりません。そして、羽生結弦さんの体のことを隅から隅まで知っているのは、彼のお母さんです。しかし、結婚後、A さんに対して、お母さんから食事の献立や食材、味付けなどについての指定やアドバイスは、全くなかった。隣の部屋に住んでいるのに、それまでの羽生結弦さんを支えるルーティンの助言もなく、カン無視だったというんです、スケート関係者。最近は、アスリート妻が食にまつわる資格を取得し、パフォーマンスを支えるケースがよく聞かれる。A さんも、そういった妻像を描いていたのかもしれません。しかし、蓋を開けたら食事をはじめとする体調管理も一切させてもらえない。プライベートといっても、アスリートの生活はストイックですが、そこには関われない。しかも、深夜の練習に帯同するのは羽生結弦さんの両親と姉だけで、自分の出る幕はない。昼夜逆転する羽生結弦さんとは生活リズムも異なりましたから、外出できずやですることも一切ないとなれば、愛の巣もただ孤独なだけで、いつか出ていくだろうと予期される追い出し部屋のように感じてしまっていたとしても不思議ではありませんよ。前出、スケート関係者。加えて、羽生結弦からの母への信頼も絶大だった。もともと親子って一つの細胞からできているわけじゃないですか？親子だからこそわかる言葉にしなくても伝わる絆や愛情ってあると思います。2018年11月、羽生結弦は P&G のウェブインタビューでそう話していた。羽生結弦さん本人も母親の言うことは絶対。彼自身が羽生結弦は母親なくしては成り立たないと考えているので、母親を否定することは自分が否定されることと同じという思いなのでしょう。ただ、その信頼ぶりと結びつきの強さは、当人たちにしか理解できないものだったのかもしれません。隣同士とはいえ、マンションの2部屋は両方を合わせて、羽生結弦家のような状態だったようです。A さんも家族の絆の強さは理解していたでしょうが、ともあれ、A さんからすれば、新婚夫婦の新居ですからね。戸惑いもあったと思いますよ。